ね、チェキサイン会。前回は冬だったんですけど、今回は秋に開催となります。どんな服を着ようか楽しみでね、楽しみでねとか言って楽しみだね今日はね、どうぞ喋って。え、違うよ。何？こんばんは。そう、悲しい。今日は大阪の追加公演でした。追加公演だったんですけど、明日がその追加じゃない 本来の公演っていう、なんかよくわからん謎の、ね、先に追加からやるっていうタイプのやつです。みょん。そうだよ、メンバーによって違うよ日だからあれだよ、あの空推しメンが同じ日かぶってなかったら見れるよ、みんなの配信今回は私は千穂さんとありちゃんさんと一緒です。でも一緒、千穂さんとありちゃんさんと空推してる人いない。推しかぶりしてない、聞いたことない。こそっと推してたら知らんけど。私はドキドキヤンヤンと同じ日です。ヤンコ、ヤンちゃん、こんばんは。明日はよろしくお願いします。もう今日ツインテールしてるから頭が痛いの引っ張られて、頭皮がずっとね、踊りながら、あ、頭皮が毛根がと思ってた。ちょっと今緩めたけど。こんばんは。そうだよ、それは10月14日土曜日だよ。かちゃんはその次の日の日曜日18時から、一緒の18時。ちびまる子ちゃんが始まるのを撮るか、パセリのチェキサイン会を撮るか。ああ、それはちびまる子ちゃんだこれはちびまる子ちゃんだ。お疲れ。嬉しい。こんばんは。ありがとう。ソラのこと見てくれてたってこと？嬉しい。パか、パのこと撮ってくれるか。ちびまる子ちゃん、あー、そうだよね、みんなちびまる子ちゃんしか勝たんだよ。あーのまきのまき。お団子食べたよ。食べたよ。お団子って言うんかな、みたらし団子。でも団子じゃなかったかな、形は。でもポス、今日はマスカット大福食べた。差し入れのすごかった。差し入れでいただいたマスカット大福食べました。みたらしは食べんかった。今日いっぱいあったんだよ、美味しいものがね。やばかった、いっぱいぶるってきた。ちゃんとね、見て見て、今日の朝配信に紹介した何でしたっけ、エコバッグに、エコバッグちゃんと使いました。パスよね、エコバッグに入れて帰ってきたよ。これもらってきた。じゃーん、これお母さんにあげようと思って。え、小さなタコありがとう。マイマザーにあげます。キャーイ。45分にはポストするので待っててください。他はメンバーに譲ったりしました。ね、ポちゃん全然食べてない。私ね、ツアーとかの時メンバーに差し入れ譲る、曲あげるよ、いいよ、どうぞどうぞ、好きなものだけバクバク食べます。バク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 。明日なんかファイナルとか書いてんのかな。あかりんさん、これでたこ焼き食べてんの。これ、このじゃがりこたこ焼き味でいいね、それは賢いね。あ、ファイナルとかないか。明日はツアー。好きなもんはしょうがない。よろしくお願いします。こんばんは。明日はこの髪しないよ。ケータリングはね、お昼は食べてない。お昼は煮物でした。お昼煮物だったらしい。美味しかった。あと豆腐ハンバーグ。豆腐ハンバーグ一口もらった。一口。夜が美味しかった。私夜一番食べた自信がある。それでは夜ご飯の発表してください。まず行きましたらサラダがありました。その次はシャケ。しかもおしゃれ なんかホワイトソースみたいなのがあった。シャケの色もなんかおしゃれな、そう、ちょっと単色系みたいな。そうそうそう、衣かかっとって焼かれとるみたいな、めちゃくて。でその次歩いたらなんと酢豚。こちらおかわり。私多分3、4回した終わった後行ったらもうね、酢豚の入れ物が空っぽだったんですよ。ないって思ったら、ちっちゃいお茶碗みたいなやつに1個だけあって、ね、移籍されてたね。移籍されてて、うわっ、って取った
すぐさま取った。あとはあと何だったっけ、かぼちゃの味噌汁があったんですけど味噌汁は食べなかった。酢豚がめっちゃ美味しかった。マジで美味しい。あとサラダのトマトがめっちゃ美味しかった。トマト最近高いじゃないですか。え、トマト甘かった、ね、あとはなんかスープがあったんですけどスープは飲まなかったです、うん、スタッフさんがめっちゃ飲んでた行った時めっちゃ酸っぱい。バシェのツインテールにはやられたよ。イエーイ。生き恋、え、生きここかな、どっちだろう。重恋と息をする心混ざってちゃってる生きここかな。ありがとう。そう、今日めっちゃ夜が豪華でめっちゃ食べちゃった。本当に本当に食べた、うん、このぐらいのお肉を飛ぶから私もう多分10個は食べた余裕で。あとたこ焼き4つ食べた。かまちゃんさんありがとう。 BKB さん七並びユニットマイカーが1位だった。そうなの。えガチでいっぱいしててよかった。私も自分の順位で1位でしたやりすぎやて、やりすぎやて。牛並びのプロなんで。こんばんは。こんばんはね。今日は今更なんですけど同部屋でした。うん、シナのソルハさんです。え、30人だよね今日って、うん、メンバー30人31脚出れるわ。一斉フォーテッド全国ツアー2023大阪ありがとうございます。私たちのバッグ30人で出演ができたことはとてもとても嬉しかったです。私たちのツアー最終日よろしくお願いします。お話し会ツインテールの日、え、今回作らなかったな。そういえば確かに作らなかった。息をする心の時は作ったけど。おそろい、たこ焼きはなんかね、じゃん、2種類、そらはは2種類食べたんですよ。あのククル、ククルかな、なんか合わなか分からんけど、なんかカリって書いてるやつ、カリ、なんか外カリッとしてますって書いてるやつのこと、口がパセ、あとなんかトロトロなソースって書いてるやつを食べました。2個ずつ。やんちゃんが私4つ食べますよって言われたけ、4つ食べましたって言われたから、あ、じゃあ私も4つ食べようと思って4つ食べた。美味しかった。補充されとったよ。いっぱいたこ焼き味のお菓子とかがいっぱいあったね。そう、私が持って帰ってきたのはまず水あとは、あ、あれ紹介してください。待って待って待って、それは後で、それにして。え、あ、え、私さ、何これ、たこ焼きパセもらってこない、じゃがりこ持って帰ってきてない。え、あげるか。え、嫌だ、だってめちゃくちゃあったやん、うん、え、私持って帰ってきたと思ってた。マネージャーさんが持ってんじゃない。そっか、明日あるんじゃない。あ、ありそうやね、うん、こちら、たこ焼きせんべい、本物のたこ入りだって、すごい。こちら大阪ならではですねそしてもう一個がシャインマスカットの、お、座席教えてくれてありがとう。シャインマスカットの生菓子だって。じゃーん、お団子みたいなやつだって。今日はね、今日は懐かしい顔がありまして、今日はね、私の大好きな大好きな子が来てました。大阪なら猫が好きで、ミックスジュース、あのノイミーさんを鹿ぶりしているあの子が来てたよ。可愛かったね、タムコ。そうだよ、大阪、これ大阪ミックスジュース、スタバでもなってたでしょ。大阪はミックスジュースが有名なんですよ。大阪写真撮りました。イエイ、来てって言ったら本当に来てくれたじゃん、ツアー決まったよ、大阪もあるから来てって言ったら来てくれた。見て、イエーイ。2個29は補充されてた、追加されたから来れるよって言ったら来てくれましたよ。嬉しい。2個もらっちゃった。本当は1個だったんだけど、もっと喋りたかったけど、いろんなメンバーに囲まれてて喋れなかった。いっぱいあったからもらってきた。これも食べる、また会いに来なきゃ。そして1年ぶりに会いました。1年前広島に来てくれて、見てみんな、にゃんにゃにゃん、あ、ソースカツ、え、これマジでさ、めっちゃ余っとったんやけど、じゃあ、私が最近ハマってて今日の朝も食べたソースカツの包装バージョンみたいな。ちょっと一回して、え、マジでこれめっちゃ持って帰ってきた。これわし、あの、人づかみして持って帰ってきました。これ多分タムコの差し入れです。うれちー、いっぱいもらった。
あげない。誰にもあげないんだから。はい、いっぱい食べちゃう。お腹が空いた。今日も食べてよかった。食べても食べても全然お腹が空いてる。それのソースカツ解禁した。え、今日解禁した。こんばんは。今日食べた。今日昼から食べた。もうすでに食べてる。え、じゃあ何食べよう。え、やっぱしょっぱいものから食べるので、このたこ焼きせんをせんべいを食べたいと思います。まずは差し入れはシャインマスカット大福みたいな、なんか何あれ、なんだろう。これだよ。あ、見せて。これ有名ですかね。これを食べました。美味しそう。 なんか外がザラザラがついてるやつ、美味しかった。なんかぶどう味もあったよね。うん、あったけど、シャインマスカットがなんか残り少なかったから人気やと思ってこっちにしちゃった。タコが入ってるんだって、これ。いただきます、うん、タコ焼きせんべい。有名なのかな、大阪これ。うん、美味しかったです。おいしい。なんか、うん、思ってたとちょっと感と違うの。せんべいみたい？本当にせんべいって感じ？え、なんか違う。なんかね、そんな大きくいらんよ。あの、はい、いいよ。あの、いいよ、うん、もう血のついたの。指紋じゃない。ガイ！観光家族くれました。せんべいがなくない？なんか、うん、なんか泡、なんかシュワシュワする。消えていく、うんうん、溶けていく、うんうん、溶けていく。せんべいじゃない、なんか溶けていく。自分の唾液で、唾液で溶けていく。うん、月見てない。ふわふわしてる。やっぱダメだ、うん、私の配信でがもうめっちゃバレる。ちゃバレちゃう。めっちゃ美味しい。たこ焼きせんべい、なんか、せんべいって感じがしない。なんかシュワンってなる、うん、はかない。うん、悲しいね、うん、で、パちゃんが言ったこのシャインマスカット食べます。これお裾分けしてくれました、今。ありがとう。うわこれ、え、一口ぶってこれだから、うん、めっちゃ美味しかった。え、これは種入ってへんやつとか、うん、種入ってへんよ。みんなに飯テロをする配信です。え、これ一口でいける？コール？あ、思った。コール、みんなきっとコールして、ん、丸ごといける？うん、いけた。丸ごとコールね、思いました。みんなたくさん声出してくれてるかもだけど、あれかな、スピーカーあれかね、うん、あーってなる、出しづらいですか？え、うまっ。ついに輝いてた。イエーイ。やばい、めっちゃ美味しい。これ外、外、うわ、ね、やばいね。空が好きなやつだ。うん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 。取っとく？うんうんうん。これは取っとく。ありがとう。はい。五一はシューマイがあったよね。うん、エビシューマイとシューマイがあった。でも、私は持って帰ってこなかった。私も1個だけ食べた、1粒だけ食べて、メンバーにあげました。食べ過ぎた。え、外はそう、餅、うん、駄菓子であるよね。何、ピンクと緑と白の、ああ、うんうん、のあれを薄っぺらくしたやつ、もうちょっと甘さ控えの、うん、薄っぺらくしたやつに、こんばんは。もう甘々なシャインマスカットが1つ。え、もっと持って帰ってこればよかった。やっぽー、シューマイ初めて食べた。551のいつも豚まんをいただくんだけど、ね、豚まんはなかった。そう、豚まんはなかった。うん、でもね、たこ焼きもいっぱいあったしね、うん、え、でも明日の方がすごそう、ね、明日昼夜だし、ね、やっぱファイナルってことで、いつもそういう最終日ってたくさん用意していただくことが多いので、明日はケータリング、ホットミールプラス差し入れってなったらもう、うん、やばいよ、絶対衣装入らなくなったらどうしよう。夜バ昼入るのに夜入りませんってなっちゃったらどうしよう。美味しい。こんばんは。2階でサインボール、うん、届くかな。今日はあの客席の一番後ろまで投げようと思ってビューンってしたら勢いつきすぎて、あの前から2列目ぐらいのとこに叩きつけてしまった、ね、今日さ、みちさん、え、みちさんだけ、あーって私が払わないと、え、それがすごかったよ。そらはわかんない、力込めすぎると下に叩きつけちゃうからダメ。難しい、難しいです。そらは兵庫のね、
昼、うん、しか知らない誰が撮ったか。えポセモだよ。他知らない、みんな報告してくれないの。だから今日はサインボールにおしめにしてねって書いたけどね。書いてたね全部。新潟は昼公演の時に投げすぎて上の機材の中に入っちゃって、で夜公演の時に帰ってきたんですよ。なんか汚れた、もうなんかすすだらけみたいなやつ。帰ってきて夜公演で2個投げちゃった。こんばんは。2階席はね、でもね届きそうなんですよ。そう近いの。え、うん、届きそうなんですけど、うん、届かない。明日リハーサル、いやリハーサルでできんから、ちょ明日最終日頑張ってみる。いや、うん、頑張る。そうだよ、大阪ツアーは増量しちゃう。え、ね、今本当にダイエット時期なのにもう終わってる。なんかお話し会の時も大阪めちゃくちゃ差し入れがすごいのね、美味しいものがたくさんなんだよ、うん、ねえ。いやでも大丈夫、明日から頑張るよ。明後日か。こういう時はね、食べていいって自分の中で決めてるので。だから多分あと2キロ増量、あの減量せんといけ、多分1キロ増えてると思うから。ああ、あれか、あれまでに、うん、ランウェイまで。ランウェイ、ランウェイ歩くんだって。初ランウェイ。私もランウェイ歩こうかな。ここでダメ、あいいね、ここいい、うん、では今日じゃあポージングとかも。あ、はいはい、アウトです。あのすいません、皆さんには見ないと思うんですけど、ズボンの紐がちょっと紐がめちゃくちゃオープンになってます。どこのケータリングが一番豪華なんだろう。でもどこも全部美味しいんですよ、すごく。確かに食べてもステージで消費する、消費するかもしれないけど、でもその以上に食べた今日は。悔しい悔しい。ラーメンは終わった後に食べる。ラーメンの後のラーメン一緒に行くね。最近さ、どうしたの、ダジャレみたいな多くない最近めっちゃダジャレを言われるの。でも私は何、どういう時、え、もう結構毎日1回は言われてる気がする。嘘だ。え、だから私ずっと結構毎日1回は無の顔になってるもん。え、じゃあ無の顔になることを言うてくる、言うてくる、うん、言うてくる。あ、今日はなんかちょんまげで声出ようかなとか言って、うん、なんか無だったから、無で来たからもう知らんと思ってだってもうおしゃべりしないと。なんか本当に最近よくわからないことばかり言ってくるんです。うん、みんなならわかってくれるよね。いや絶対わからんね、もうわからんわからん、わかってくれるもんな。あ、そういうことか、まだ暑いからさ、寒くしようとして、寒くしようとしてくれてるってことか。場を温めようとしてる、あ盛り上げようと。あ、らしいですよらしいですよ。あさって天下一品行かないとクーポンもらえないよ。あさっては私は打ち上げ祭なんです。無理なんですよ、行けないんですよ。行きたいけど。今日誕生日だって。ドライブ大好き人間さん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアドライブ大好き人間さんハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。嬉しい、初めてコメントしてくださったのかな、うん、ぜひこれからもルーム来てくださると嬉しいです。誕生日お祝いに来てもらったってことは、やった、これからも配信見に来てくれるよね。イエイ。なんかこの線がやだ今見て、うん、線今日濃くない。それは何の線の、わかんない、うん、謎の線、ね、私ロボットなのかもしれない。え、今日ばちゃんでも脱皮しよったよねえ、そう、ここからライブ終わりに皮が剥げてるよみたいに言われて、そう皮が、私の化けの皮を剥がそうとしてきたそう剥がしたよ1枚化けの皮、こうやってコナンとかである、こういうみたいなやつね、うん、え、でも本当は前髪のスプレーの多分やつが固まったやつがホロホロ取れてきて、うん、ぽいんですけど、え、マジで私も二度見しましたもん。ホロホロってさ、お肉の時に先生が今日の反省会みたいな話してる時に、うん、パッて見た時にめっちゃここが
本当に川やんってやって、うん、えっって二度見して、猫かぶっとるからな、マジでびっくりした。そう、私中の人がおる、リラックマないファスナーコナンの変装やで、それな。え、ソラハには見せたことある中身まだあるよ。嘘、どういう時映ったんじゃん、映ったないかな、映った、ちょっともう一回出て、あ、すいません、あ、ちょっとこっち、あ、じゃあ逆逆、あ、やってて面白い、ソラハがこうやって反転してこうやってパチャ映したのかな、めっちゃ面白い。そうだよみんな、23時からチリパなの。あ、私は来週だ。今週はえ、マジで聞いた方がいい、みなみさんとそらはさん、みんな聞いた方がいい、お願い。そらはちょっと配信を続けるんですけど、皆さんここで実況してほしい。え、みんなの反応が気になる。そらは本当に、うん、あ、ちょっと待って、予告予告、あ、わんわん、そういえばチリパ、チリパは今週と来週は初選抜コンビ、ソラハさんとリコちゃんが出ますね。うん、今週がソちゃんで来週がチコで、私選ばれた、嬉しい。人生に1回しかない初選抜後のチリパというそういう記念すべき場に呼んでもらって、選んでもらってめちゃくちゃ嬉しかったので、来週もぜひ聞いてください。今週も今あと5分ぐらいで始まりますので、ラジコでも聞けますので聞いてください。STU48 のチリメンパーティーです。RCC ラジオです。ラジコ会員だよって方はぜひ聞いてください。そうよ。でもさ、これ持つとさ短くなるの、ここに出てくるの短い。みんなチリパ、こんぐらいの長さも可愛くない、チリパチリパ、ここで団子するのも可愛いね、チリパ。え、本当に聞いてほしいです。何喋ったの。え、あれだよ、普通にあの9月の、ま、うん、あの大体ね、チリパってその月によっ、その月っていうか、まあ、9月は9月のトークテーマみたいなのあるんですけど、それのトークテーマを話したんですけど、その前にソラハがやらかしました。何を。え、自分でも全然普通に喋っとったんよ、うん、だからいつの間にかなんかやらかしてて、え、気になる、何そのうまい誘い方。え、違う違う、本当になの。え、ふけ何言った。え、終わった後にえみたいな、うん、わざとって言われて、うん、うん、って本当にそれがパッて出てきてしまった。普通に喋っとったんよ。え、何言ったの。いや見て、みんなホラーズ聞いたし。え、何そんな気になる。さ、言ったっていうか、もうなんかもうね、びっくりした自分で。え、ほんまに。え、だけでも多分ツイッターに書かれたんよ、この番組はチリメンパーティーです、チリメンパーティー、チリメンパーティーですよね、ソラハちゃんって書いてるんですよ。チリメンジャコパーティーって言ったん。いや、もうシラスパーティー何、ストーチレモンパーティーだけ、これがヒントです。チリメンパーティー、メンチリパーティーでた。2023年はこの後の23時から2023年この後の23時から30分間のチリパ聞いてください。多分初めの方だと思うんですけど、気になる、ぜひ聞いてください。恋ラジとは間違ってません、それは間違いません、違いますから。さすがにチリチリパンは絶対に違う。午後5時5分をお知らせします。え、違う。てーてーるるー。何それ。え、違うね。チリパじゃない。恋ラジのやつで。てん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 。さあ、始まりました。恋ラジ。あ、そうだよ、そうだよ。今からはチリパ聞いてください。気になる。みんなも聞いてください。来週も聞いてね。来週はパセリコチだよ。そう、みなみさんと。できました。気になる。放送が終わったら言えるよ。うん、言って。そんなもったいぶられたら気になっちゃう。わあ。なんだろう。チリパ移動して OK。え、もう移動してください。移動してみんな。
Let's go. 移動しないと見れないよ。移動しないと見れない。みんな聞いてください。チリパノが大事、私のショールーム。やけ、2台持ってる方は空のショールームを開きながら、うん、チリパノの方を聞いて、うん、あの実況してください。さのコメント欄で。なんだろう。さあチリ、私も今まで5年半チリメンパーティーに出演してきました。自分的には。うん。うん、何？自分でもびっくりしちゃった。ちゃんと？なんでしょうか。ドキドキですね。なんだろう。気になる。あと1分だよみんな。パちゃんのテンション面白いねだって。何のこと？パちゃん今ね、ツインテールで頭引っ張られてずっと今日頭痛いの。低めツインにしてみたら、うん、そうしようかな、うん、多分2個には分かれてるけど痛い、緩めたけど。みんなチリパ聞いてね。頭痛がするんですよ多分ね。開始5分と、5分は嘘だな。 CM があるから多分10分ぐらいで何が明かされると思う。あ、やばいやばい、あと15秒だよ。みんなチリパ聞いてね。チリパー、お便りもたくさんで嬉しかった。チリパー初めての方もいたらしいよ、2人ぐらい。そうか、チリパーのお便り全部ね把握してるらしい、スタッフさん。すごいよね、この方は当選された方やんって。すごい。あ、やばい、始まった始まった。こんばんは。ためにしました。もう今日一日ずっと頭痛と戦ってた。権利的に LJ のこと配信で言わないでね。なんだろう、例えば何、権利的に何ですか、分からん。そう、今日は前髪上げてます。上げ上げ状態。何、前髪上げちゃってます。珍しい。普段も見たい。いや、普段からしてたらそれはレア度がなくなっちゃうから。そう、たまにしましょう。今日ベレー帽かぶるか迷ったけど、いや、この前の2ヶ月前にパセリさんですか、パセリさんです。アイドル人生初めてって言ってかぶったのにまたかぶるのはおかしいなと思って。私ベレー帽したことないけん、いつかしてみたい。ベレー帽、え、かぶってなかったっけ。んサマータイムやってるやん。違うよ、新制服とか、ああのとか、うん、今年のやつで。マジでユニットではかぶってる。ベレー帽担当じゃなさすぎて。お疲れ様です。こんばんは。うん、みんな聞いてくれてるかな。チリパパちゃん、なんだい、パだよ。チリパ始まった。あ、そっか、地域によって。あ、ラジコは今始まったらしい。あ、そっか、タイムラグがあるけんね。明日の夜行くね。よろしくお願いします。どのぐらいだろう。私は見つけるから、パズのこと見つけてください。30人いるからね。波の音からなって。明日はね、 STU4 ツインテールじゃないよ。てん、チリメンパーティー。てて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 。あ、ここだよって。早っ、もうみなみさんのケツ知らずに言ってる。見つけた、みーのこと押してみー。今日は引っ越し、引っ越しするの大変よね。引っ越し、私も引っ越しさしたことあるけどさ、引っ越しってめんどくさくないですか、手続きとか。 お疲れ様。大阪はカメムシそんないてないやろ。分からん、どうなんだろう、おるんかな。分からん。でも関西に多いって見たよ、私 SNS で。そうなん？近畿地方に多いですって書いとった。へえ。カプカプ噛んでる。こんばんは。お、サイン会申し込みました。ありがとう。チェキサイン会。
や今回のシングルサイン会ないもんね。そうこれだけじゃない多分チェキサイン会だけになるよねきっと。チェキ社とかがなかったら。チェキ社確かに。チェキ社がなければこのチェキサイン会のみになるね。今回は生写真サイン会ないからね。レアか。オンラインチェキ言っとこ。ソラハも、うん、今回誰にもらおうかな。あげるか。ばあちゃんはくれる毎回。毎回くれる。毎回ではないけど。オンラインチェキ会私は10月14日土曜日の18時からこのルームにて。私は10月15日日曜日の18時から1015です。ぜひこちらのバナーからチェックしてみてください。私の、あのプロフィールに載ってます。ショールームアカウントのこのページのプロフィール欄に URL 入りました。さっきペタペタってしました。1個目が一番上がお話し会で2個目がチェキ会なので2個目の方ですね、うん、2個目のチェキ会の順番購入順なんか購入順の時もあれば名前順の時もあるしなんかランダムみたいなよく分かんない順番の時もあるですよね。ね、ランダムの時は購入順じゃない？購入順か、うん、でも分かんない。今回がどれになるか分かんない。そうだよね、みんな配信ずっと見とくわけにもいかないもんね。うん難しい。友達がね一生画面録画してるやつあったの。なんかね、うん、お休みモードにして画面録画してた、うん、どういうこと？なんかその好きなその48グループさんの、うん、なんか生配信が見れんって言って。お休みモードにしたらどうなるの？え、分からん分からんけどお休みモードにして画面録画しとった。へえ、やったらいいんかな知らんけど。何？友達がしたってね。え、チェキは買った順だったっけ？びっくりした。だからおすすめだよ。 いいんか分からんけどそのやり方があってるのか知らんけど。そう今日ねライブ終わりに私たちも知ったんですよね。ライブ前じゃない？ライブ前に来てたけど見たのは、うん、私が、そっかそうだわ来てた。私の電波の問題です。今日は電波が立ってなかったんですよ、うん、だから楽屋で全然何もできなくて。ね、調べ物もできなかった。ジャケ写あったらウフフって感じだね。初やん、うん、ハザージャケットね。私も2回目で楽しみね。またジングル終わったけど特に何もなかったよ。おお、じゃあなるほど、ジングルまで行ったんですね。パチャン側で拝見させていただきます。こんばんは、どうも。今日はギフト読めなくてごめんね。あ、映像さんか。え、ちょっとみんなチリパ、みんな聞いてる？チリパ、ね、ソラの配信よりもチリパだよ。ハンドルネーム名前悩み中。今のじゃダメなの？裏面当たり付き、いや、チェキ会は裏面当たり付きはないです。それは生写真サイン会の。今日の声ありがとう。わあ、嬉しい。楽しかったって言ってもらえた。嬉しい。ありがとうございます。あ、来た。どうや？どうや？どう思った？みんな。STU48 の？え？本当にやったの？え、違うよ。言ってないもん、私的には。え？え？言っていいの？私さ言った記憶なかった本当に。普通に言おうとしたよ。なんかあの普通に質でみたいなで止まったよ、うん、なんかおかしいと思って。え、違うよ、みなみさんに突っ込めたよ、うん、でそれも多分流れとるんよ、うん、あのテイク、うん、間違えたテイクも流されとって、うん、みなみさんに突っ込まれて気づいたよ。違うと思って。失恋パーティー、うん、STU48 の失恋パーティー。失恋パーティー最悪じゃない？失恋パーティー？言おう、なんか、うん、なんか、多分言い訳をすると思う、私この後。言い訳を全力でしてると思う、失恋パーティー内で。ああ、じゃあ、もしかしたら言い訳タイム中か。ラジオ聞いてる方は、ぜひ、言い訳タイムを。え、別に失恋パーティーを言おうとしてたわけじゃないんですよ。失恋パーティーを言おうとしました。失恋パーティー？俺のパーティーか？だって。ダメだよ、失恋なんてしないでしょ。ソラハとしたら、うん？ソラハに恋したら失礼しないよ。2回、オッケー。明日2回って方多いかもしれない。
見つけます。失恋パーティーは母音が一緒じゃないですか、 G と C で。うん、でもそれで分からんかったよ、多分分からんくなったよ。で多分めっちゃ佐々木さんにどうしたの、失恋が失恋したんかいやそうですよね、失恋しちゃってっつって聞くぞ、話聞くぞって言われた、うん、話聞いてくれるんや、うん、めっちゃ話聞いてくれるし、やっぱパパやから、既婚者やからねプロや。でもね、そのなんかオフ間違えたバージョンを、うん、その使うか使わないかをスタッフさんとね、佐々木さんがね、多分うちら聞こえんけどさ、喋れるやんか、なんか喋っとって、うん、めっちゃ笑いながら、なんかずっとなんか5分ぐらい話しとって笑いながら、なんなんやろなと思ったらそれの話をしとったんで、入れましょうって、おもろすぎ。そう2回そやな、チリパ出られへんなって、みんな2回なのよ。2回パーティーも2回行くときあるよ山台で、山台いるよ、見つけてください。山台にいると2階席めちゃめちゃね、すぐって感じ、程度できそうで、ね、うん、歩いていけそう、歩いていけよ山台と客席こんぐらい多分離れてるけど、こうやってね、うん、なんか行けそう、歩けそう、ハウルだっけ、こうやって歩く、うんうん、ポワン歩けそう。みんなありがとう、チーパー。したらね、千秋楽だから、私も高いとこ苦手、観覧車とか怖い、ビビって目つぶってる、観覧車とか怖いもん。関西コンビやからそれ使ってます。そう、南さんだから大丈夫だって。それが後輩ちゃんとかの前でしたら本当に終わってたよね、もう最悪な先輩すぎて失恋パーティーとか言ってさきちゃんとかの前だったらもう大変だったよ。こんばんは、亀子席、お、亀子席の方もよろしく。全国ツアーいっぱいアピールするね、いっぱいアピールする。アベノハルカス行ったことない。アベノハルカス結構でかい？高い？聞いたことあるよ、阿部のハルカス。兵庫魂。行ったことあ、兵庫魂。現像なの、早っ！あ、声でかかった。嬉しい。もうみんな、ちゃんと聞いてくれてて嬉しいよ。大事だからね、聞いたりとか見たりとかするの。え、観覧車怖いよ。ケンケンマンさん、ありがとう。こんばんは。うん、山田いる時も見てください。見てね。山田こそなんかパフォーマンスよく見れる気がする。うん、確かに。マジで。ずっとワンポジでいるから、うん、こう重なったりとかがないから見やすいと。推しメンを見つけられれば。でも今日はね、配信もなかったからカメラもなくてモニターにもこう顔がポンって出なかったんですよ。だっけん、なんかモニター見て推しメンの髪型を判断して見つけるタイプの人には難しかったかもだけど、明日は配信もあるし。見てもらえると、うん、大事だよ、視聴聴取率。ああ、ユニット、あ、今日はね、ユニットもね、お土産選手権、あの曲をやりましたよ。もうみんな食べたかったパイ生地ね。皆さんいろいろ見てくださいね。今日めっちゃ自分の声が聞こえた、マイクの返しがめっちゃ多かった気がする今日。マジ？うん、めっちゃマイクの返しが多くて、ユニットソロ歌割りあったけど、うん、割り聞こえて、うん、マイクがうわーってなった、めっちゃ。え、それはうちだけの外のうちだけの声なのか、うん、ファンの方にも届いてるのかが分からんから。あ、そうね、そう、マイクがうちらに側のスピーカーがそうやっていっぱい聞こえるだけであって、うん、そう、ファンの方側のスピーカーには届いているのかわかんないけど、たまにあるよね、そういう、この前がそうだったよ、めっちゃ聞こ自分の声聞こえると思って歌ってて、うん、後から配信で見返したら全然聞こえなくて、うん、あれみたいな、思って、この前のツアーなんだったっけな、兵庫だかな、うん、ね、ユニットもうあとどれくらい披露できるんだろうって感じですよね。サロンさん、ありがとう。こんばんは。メガネ、ふきふきしといて。え、篠田海さん、ちゃん
嬉しい。 X になりますね。よろしく。いっぱい、いっぱい。こんばんは。嬉しい。そう、会場によるかも。イヤモニは STU をつけないです、うん、あのめっちゃほんまに5周年とかつけた。そう、もうなんか、うん、でかーって感じの時はつけます、うん、ツアーとかはやっぱりね、あまりつけれないんだよね。あ、そう、おじいちゃんが作ってくれたナスを紹介したので、いっぱい、うん、あのレシピマジで細かく紹介してるので作ってほしい。みんなもナスとか調味料買って、マジで大好きなの。ナス、うん、たい焼き？何の話？たい焼き、たい焼き？なんだ？たい焼きギフトがあるの？他のルーム？チコ太郎ちゃん、たい焼きキングみたいな。ああ、チコちゃんの？秋ナス？あ、夏だけじゃないナスって有名なの。秋ナス？昨日さ、おとといか、お料理配信した時ナスの話したじゃん、うんうん、それもナス、秋ナスってコメントだって。秋、ナスって秋なんだ。こう、お土産トースーマカツ、それ大好きなの。ソースカツ寒い。こんばんは。俺をケータリング係に任命してくれ。何用意してくれるんですか？何を用意してくれる？アイス？寒い。アイスですか？大阪にしか売ってないアイスとかないのかな、コンビニの。ないか。確かに。ないか。どうだろうね。どうかな。ナス2本 200g、 そうだよ。600W で3分、そう。マジで細かく説明した。おじいちゃんが書いてくれたやつを写真撮って、それは携帯に入れてるんですけど、それ見ながら説明しました。たこ焼きアイス？あるの？そんな。なさそうよ。でもソース味とかならありそう。醤油味があるけん、ソース味あるとかないか。なんか今日クルメって感じ、めっちゃクルメって感じじゃない？申し込んだら空通信待ってお話し会。あ、そうだよ、お話し会。今日第1再販3次受付は今日の18時から始まりましたよ。わあ、お待ちしてます。こんばんは。幕張メッセラストだよみんな。10月21日追撃機能されて元気いっぱい。まだ知らない方もいるかもしれないんですけど、そうよ、まつげバサバサ。直接の10月21日が今回の第一再販ラストだよ。まつげ楽しみ。チコちゃんとお揃いのちょっとドレスっぽい、ドレスじゃないワンピース出てきます。今日も楽しかったよ。直接はパセペンライトをね、いっぱい見つけられた。オンラインは今日ありがとうございます。なんか2階今日めっちゃ緑だった。アカリンさんだった。うん、アカリンさんのファン多かった今日。え、今日めっちゃアカリンさんだった。アカリンさんとココアさんだった。え、緑めっちゃ多かった。1階の中心めっちゃココアさんで、右端が千穂さん、左ユミリンさん、左の上がもうめっちゃアカリンさんだった。1階の左もアカリンさんだった。めっちゃ緑だった。緑だった。面白い方のファンって大阪多いから関西多いから、うん、確かにトーク力のある、うん、メンバー。2階の上がマジで緑だった。めっちゃ緑だった、ね、すごかった、うん、緑だ。パセリかなと思ったら緑、あ、アカリンさんだとか、うん、めっちゃ緑だった。うん、めっちゃ今日アカリンさんが多かったイメージ。なんかそういうのあるんですよ、会場ごとに。今日公演とかでもあるよね、うん、今日の公演誰が多いとか。私定期的にミチさんのファンめっちゃ見る。なんか毎回ミチさんに言っちゃう。今日めっちゃピンクと紫多かったですね、すごいですっていうのを毎回ミチさんに報告する。へ、うん、えー、公演の時とか特に道さんのファンの方すごい。広島多いね、やっぱり花垂れ公園の広島。ココアさんとかも、あ、あ、マイカーの、マイカーの時ココアさん多い。そういうのあるよね。サラハは自分の生誕の時多い。そうやな。悲しい悲しい、ね、悲しい独占できるよね。悲しくなっちゃう。しかもみんなさ、協力してくださるじゃないですか、他のメンバーのファンの方。だから嬉しいよね、年に1回しか。確かに緑と赤で自信のソラハは離れた時のね、赤と緑合わせたらソラハ。確かにね、めっちゃポジティブに捉えたら、
21日逃したね、会えない。逃さないでほしい、待ってる。ソラさんとこ行った方がいいですかって。いいよ。誰？21日。21日幕張ってことで。いいよ。パセンとこも来てね。あれあれじゃん、サンキちゃんのとこも行っていいですかって来たりますそれはその、いいよって言われたのに。行っていいですかってもう聞いてくる時点で行く気ももんやけん、もういいよって、うん、いいよ、話しがい。話し合いしたらまずとことんみんな行っちゃいそうで怖い。お尻にいるから。うん。ソラハはいろんなメンバーで。でも仕方がない。もうそれはもうそういう運命。仕方がないよ。私に良くないとこがあったんだなと思って。根に持つ。でも本当にマジでみんなが思ってる以上に根に持ってますよ。うん、私マジであの。自分のことを離れたファンの方プレゼントって誰からもらったかっていうのを覚えてるんですよ、うん、でやっぱコロナ禍前とかに来てくださってて、その方からのプレゼントとかまだあるんですけど、あこれ丸々さんからもらったやつだ定期的に使う時になるもん。いや私ファンレターとか読み返す時に、あこの方えもういない、あれいないいないみたいなとか、なんかタワーの俺書いたメモ帳とか見返す時にいない、あいないみたいな、寂しくなる。荷物は冗談だけど寂しくなります。まあでもその分新しくね好きになってくださった方とかもいるけど、うん、そうね、だからもう仕方がない。そうやってアイドル業界は成り立っていると思うしかない。確かに、どこかから来て、どこかに流れて、どこかから来て。でもコロナ禍で他のアイドルさんに流れることが多くて、あの時はマジで無理だった私。うん、48グループから48グループとか他の STU48 内に他のメンバーになったらまだ定期的にこうお見送りとかで会えたりするから、うん、あ元気にしてるんだっていうのが分かるけど、うん、他のアイドルさんに言っちゃったらもう見えない、会えないじゃないですか。確かに。だから今元気にしてるのかなとか、うん、なんかなってたね。悲しくない？なんか悲しいからさ、ちょっと来てくださいなんか気まずいだろうけどね、向こうも。えそう、めっちゃ気まずいことされたの。何？えなんか私この前の、この前のかな、今年の花種公演で、あの私自分の推しだと、自分のソラハだけを一途で思ってくれてると思ってた人がいて、うん、でもその方がポツンと消えたの、うん、だから2期生ちゃんのメンバーに推し変しとって、うん、で知らんかったんよ、うん、でも送る時にその人の、うん、二期生ちゃんの持っとって、うん、え久しぶりって言ったらなんか、うん、見たな、おかわりされて、へみたいな、悲しい、そんなされたくないよ、違うと思って、うん、めっちゃ辛かった、えって言って、もう普通にさ、まあ、どうどうとし、うん、もう別に怒ってないし、悲しい、久しぶり見えたからなんか、めっちゃ下向かれて、えってなった、悲しいねそれは。そうで全国ツアーの時に神戸の2日目だったかな、うん、でもうって言ったらもうメンバーってかけられるけどもう2列目ぐらいに行ったんよ、うんうん、でレッスン送ったけど、うん、なんかちょっと気まずそうな顔しとって、うん、申し訳なかった、めっちゃなんか逆に申し訳なくなっちゃう、こっちが。それ悲しいね。ああってうわー、ソラハの悲しい体験、つらい。でも気持ちいい、え死んで死んで、うん、押してた過去を隠したかったんじゃねえだって、つらい、それそらあげん、何ありじゃん、めっちゃで、ワントってめっちゃおもろいやん。いや拡散、まあ確かにね、あの時はまだまだ何も結果とか残してなかったからなるかもしれない、うん、でも結果を残したから押すとかじゃないよ、みんな好きだから。いや分からんよ、そういう人だとおるかもしれない。もう人それぞれ、ちゃんと結果を残す、こう押したいなとかっていう人もいるから、うん、だって言われたもん、なんか選抜入ったら押さなくなるねみたいな、うん、僕はよくいる、ね、いるよね、うん、それがなんでってなる、うん、なんか、うん、難しいですね。だけど人それぞれだからね、なんですけど、うん、アイドルはソラハしか押してません。アイドルはっていうことは他の何かを誰か押していますね。アイドルはなんでも嬉しいよ、悲しいね、まだちゃんとあの好きでいてくれるのは
下を向いて推しに気を引かすのも技術のうち。何それ、教科書が売ってるんですか、うん、多分あるよ、この方の作業みたいな。そうなんだ、気を引かしてるんだ。あ、なるほどね。もうそれ残ってるもん、心にその人のこと。そうやって思うすべりなことをするんだ。あ、ダメだよ、お断りです。だってソラハたちから会いに行けないもん、会いたくても。それな、そうだよ。私今回言ってるもん、みんなとお話ししたいから、みんなのお話し会解散して、うん、ほんと思う、それ行くから私思う。なんかさ、こっちは待つしかできないからさ、うんうんうん、みんなの家とか行ったらこっち捕まるじゃん。うんうん、確かにね。開催してください、みんな。お話し会、お話し会開催しよう。無料でもいいなら。ラブレターありがとう。悲しいコメントしないで。何そんな悲しいコメントしないで。それはふざけて言ってるのかもしれないけど、空からしたら結構今の精神に来ることだから言わないでほしい。最近コメント怖い。いやん、ブロックしたくないからさ、私は誰もブロックしないけど、最近怖いよ。やめて、うん、やめて、やめて。会いに来るアイドル。いや、会いに行こうかな、みんなのこと。悲しいね。みんなに会いに行っちゃう。みんなは何枚目シングルとかないから。確かにソロデビューや、ね、みんなソロデビューでお願いします。うわ、宮城だって。ちょっと待って、遠い。でも美味しいもの食べれるじゃん。牛タン、うん、じゃあ牛タン日だけ出してほしい。ロワイヤルテラッセ好きです。何ロワイヤルテラッセっていう、え、めっちゃ美味しかったの。ロワイヤルテラッセ食べに行こうよ。え、何生パイみたいな。え、めっちゃ美味しい。生パイ、生パイ。え、どんなの、調べてみて。めっちゃ美味しいよね。ロワイヤル、ロワイヤルテラッセ、ロワイヤルテラッセ。でも私一回だけ行ったことある。めちゃくちゃ美味しい。あ、生パイ出てきた。PR 舞台の時食べて、もうね、感動して2個食べちゃった。すいません、もう1個食べていいですかって言って食べて。アイス？クリーム？パイ。中何これ、美味しいやつ。ねえ、めっちゃ美味しかった。あ、カスタード風味のオリジナル生クリームと香ばしく焼き上げられたパイの新鮮な出会い、うん、安い、1個186円の。え、そうなの？ロワイヤルって名前なのに。ロイヤルじゃないそれ。あ、ロイヤル、ロイヤルだったら。ああ、そうか。ロワイヤル、ロワイヤルは何になん？ロワイヤルわかんない。え、これお取り寄せとかできんの？美味しそう。ね、え、お取り寄せあるよ。ショコラとかもある。デカ生パイあるよ。何デカ？デカ。デカ。いくら？ホール1000円。いいんですか？そんなお安くて。食べ放題や。すごい。ね、ね、食べたい。ロワイヤルはフランス語、ロイヤルは英語だって。じゃ意味は一緒ってこと？へ、ね、ラブレターありがとう。うわー、こんばんは。はがしがないから話し放題だって。そうなの？じゃあ行こうかな。何話す？私さ、カフェ行ってもいい？カフェで話したい。カフェ代は？カフェ代は割り勘？うん、割り勘で。じゃあみんなとお話し会カフェで、うん、やりたい。参加しよう。ソラはカフェラテとチーズケーキ食べながらするから、うん、そう。あ、うん、せやな。スタッフさんいないから一生話せるのはおもろいね。そうか、そうじゃん。みんな、面白い。すげえ。今日もキャワイイですね。キャワイイ。キャワキャワ。嬉しい。ありがとう。こんばんは。で、次のスペイで予想しよう。ソラはお料理対決がしたいから、予想とかじゃなくてお料理対決っていうか、お料理を食べてもらいたい。ソラは結構最近頑張ってるので、自炊、うん。みんなに食べていただきたい。こんばんは。陸陽師さん買った？買ってない、買ってないよ。今日は何も出歩いてないね。うん、着いてリハしてライブして、うん、もう直行で帰ってきた。コンビニとかも行ってない。コンビニすら行ってません今
握手会。こんばんは。あ、スペ、でもスペイン病は握手会じゃない気がするな。うん。何、空が推しメンにってなったら、ルームツアーとかだったらめっちゃ行きたい。嫌でしょそんな。家バレする。嫌じゃん、なんか推しメンのさ、うん、私生活そんな見たくないよ。推しメンでいてほしい。私あんま私生活見たくない派。どう？うちの推しメン私生活もプロしてるから大丈夫。いやこっちがしてないからね。いやその知りたくない。別にもう空想上の人物で。違うよ。推しメンがさ、うん、何の香水使ってるかとかさ、柔軟剤使ってるとか、多分知りたいよ。私はいい。しかも女性とかだったらそうだと思うよ。どう？みんな？柔軟剤とか気になるんですか？空はみちさんのめっちゃ気になる。空はがみちさんの体気になるってだけ。あとは何だろうな。ナイトキャップ、そうだね。そうだ、ナイトキャップね。勝手にお揃いにしちゃう。アイドルの裏側見たくない。うん。私物サイン会やったね。観覧車やったね。観覧車やったのすごくない？楽しかった？怖かった？ん？高かった？観覧車。あー内緒のやつだよそれ。あ、そうなん？うん。え、そうなん？内緒なん？内緒なんだそれ。内緒なのか。コメントできた。じゃあ行った人だ。あ、そういうことか。そういうことか。私はね、サイン会したい。じゃあ、推しメン距離近すぎる。そうか、そうだよね、うん、近すぎる。ちなみに、推しメンと寝るのは拒否して。私の好きな香り、私の好きな香りは、なんだろう。でも香水使わないんですよ、私ね。で聞いて、はい、チコちゃんがこの前ね、うん、香水買ってたの、うん、めっちゃいい香りした。試供品、うん、し刺繍、うん、刺繍なんかシーンみたいなやつの、うん、飲まんとってほしい。シーンじゃなくて匂いやつ、刺繍わかんない。試し鍵みたいな。そう、試し鍵みたいな、めっちゃいい匂いして、なんか石鹸だけど、うん、なんか爽やかで、うん、めっちゃいい匂いした。同じやつ買うかめっちゃ迷ったけど、気になる。すぐに希望変わられると思って買わんかったけど、めっちゃいい香りした、うん。私は普段何もつけないけど、ヘアオイルの香りが強いから。パちゃんのヘアオイルめっちゃいい香りする。でもね、うん、ヘアオイルをつけてるとパちゃんの匂いがするって言われる、ね。私のヘアオイルめっちゃいいんですよ。気に入ってます。ずっとリピートしてる。糖質ソラハさんです。そうです。ST48 のちなみソラハです。先輩です。騒いでしまってます。テンションが上がってるんです。え、窓が開いてる？チリパ終わったって。うんね、窓開いてる。もしかして、え、窓開いてる？なんで？え、違うか。でもなんか音がした。今めっちゃ音聞こえ。いや、開いてないわ。怖。めっちゃ窓音聞こえ。物音したよ今。寝る時のスマホ置く場所決まってない。なくしそうだね、また。でもこの前は違ったんですよ。起きてからなくしたんですよ。起きて触ったのになくしたの。不思議だけど。明日は夜配信。夜ね。できそう。いや、できないでしょ。なんか、うん、できなさそう。できなさそうなんだけど、できそうみたいな。できそうだけはできなさそうみたいな。夜したいな。30秒とかしかなんかできないような。でもできそうでできなさそう。ね、お、チリパン終わって帰ってきました。どうでしたか？朝配信かな。起きれるかな。どうでしたか？私の言い間違いは。クッキーさん、ありがとう。ブロッキーさん、パセリお肌綺麗。マジ？うん、パちゃんお肌綺麗よ。やった、めっちゃリコちゃんにも言える。失恋パーティーが終わりました。よかったです。よかったです。いや、一回だけ声が実るといいですね。次こそは頑張ろう。皆さんの恋愛の恋愛話聞きたいな。確かに。教えて。空の恋愛話教えて。空の恋愛話、うん、
みんな内緒なんですけど、はい、内緒ね、今同室の子に恋してるんです、うん、気まず、絶対内緒、聞かなかった声、あら、ありがとう。で、内緒なんですけど、今同室の尾崎せりかちゃんっていう子に恋してるんですけど、なんかその子は他の子が好きらしくて、失恋パーティーですだから失恋パーティーって言っちゃったのかもいや待って、リアルな話だわ、なんでやねん、リアルなんや、なんでやねん、匂わせって言われたらなんだや、失恋、匂わせ、失恋、失恋されてましたな、両思いかもね、両思いらしい、本当？ソラが恋してる子見定めに来ましたこんな子です、あ、どんな子かって、うん、同室の方はもう夫婦かって、あ、もうなるほどね、もう恋愛とかそういう、チコシップ案件、チコシップ、チコシップ、昨日もなんか言ってた、チコシップ、チコシップってね、うん、そうだね、レッスンの時、チコシップ、チコシップ、チコシップ、恋とかは過ぎてもう夫婦ってことね、うん、熟年夫婦、ナビユキがそうだって言われてるよね、よく、うん、でも分かる、見てたら分かる、うん、2人しか分かんない世界がありそう、うんうんうん、でもうちらもそう思われてるから、絶対そう、だって私は人には出さないところをいっぱい見せてるし、うん何の暴露、なんか告白ね、いろんなあの変顔とか、うん、ね、いろいろって何、最近なんかいろんな意味でとかいろいろ変えてるような今日話しとったけど、臭みたいなやつ臭い臭い、いろんな意味でと、だもう嫌いになるよみたいな言われた、いろんな意味でって言う人嫌いみたいな言われて、そう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 、え、何やったっけ、なんでいろんな意味、何を使ったっけ、まず一発目、今日、うーん、わかんない、なんか何言ったかな、全然覚えてない、最近よく言うんですよ、え、なんだっけ、え、最近よく言ってないよ、いや言ってるよ、いろんな意味でって言ったらなんか、うん、本当にいろんな意味で考えるやん、何があるんだろうって、うん、いい意味だったり悪い意味だったりなんか気持ち悪いやつ、うん、気持ち悪いやつって何、気持ち悪くないよ、え、何、ちょっと待って、2人見てるとクズのの漫画を思い出すのって、うん、クズの本、クズ、クズの本、あ、これだ、クズ？私が？違うよ。え？なんかアニメがあるのでそういう。私のことクズ呼ばわりしてたんかと思った。クズの本会っていうアニメとかがあるんだって。どういう話？うわね、これ分からん。分からんの？すみません。そう、今日パセツアーティー黒だったの。びっくり。いつも紫だったのに今日黒だったの。だから寂しい。思った、お互い本命がいる同士が関係を結ぶ話、うん、なんだそれ、え、お互いじゃ本命じゃないんだ、ここここキャーなるほど、うん、え、ゆきあれか、本命がみちさんとゆうかちゃんやのに、でもなんか最初の頃よく言われてた、なんか私が仲良くしたいって言ってるのはお決まりに近づくためでしょうみたいなことを言ってきたんですよ、最初の頃、覚えてる、お決まりに近づきたいからじゃなくてとかめっちゃ聞かれた、めっちゃ言われとったよ、ファンの人に、うん、そんなさ、そんなことあると思って、私そんな性格悪いと思われてるんだと思って、でそれで聞いてみた、うん、ファンのことに言われたけん、そんなわけないよ、明日昼より行きますね、よろしくお願いします、会場で会いましょう、明日は違う髪型します、明日もこれじゃないけど見つけてください、明日もおろしです、昼のこんばんは、よっしょ、パちゃんの秘密聞いてみたい、パちゃんの秘密、何、何にしよう、なんだなんだ、その漫画刺激が強いイメージらしいよ、あ、そうなの、パちゃん合うんじゃない最悪、そんな、そういうイメージをつけようとしてる、いや確かに、でもちょっと嫌だかも、見て、ちょっと嫌じゃない、エッチだ刺激強め、あ、え、
キャこれさ、えダメよ、子供は見ちゃ20歳なんよ、そら。え、これ大変だよ、なんかあらすじのなんか、え、イラスト見たけど大変だったよ。大変だった。私には刺激が強そうですね。え、あとで見ようや一緒に一緒に見えるの？いいけどね。ドラマもあったの？え、待って、調べをする。え、人間ってことやね、じゃん。人間だね。え、確かにドラマって出てくる。え、本当に？そう。あ、ほんまだ、ね。去年？今年だよ。ちょっとコメント今遡ってるよ。ちょっと待ってね。みんなごめんよ。ん？実写もある。こんばんは。本当だ。うん。え、FOD、FOD。へえ。沖さん好きかもしれんやって。どういうイメージなの？どういうイメージ？あ、本当だ。じゃあ沖前さんにチェックして検閲してもらったら、OK 出してもらおう。なるほどね。うん、どういう話？え、ちょっと待って待って待って。え、なんかこれ見て、めっちゃ、あの相関図、相関図めっちゃ気まずい。ええ、これが私、え、うちらは誰と誰になってるんだろう、もしそうだった場合。え、めっちゃ気まずくない？え、いろんな人から矢印が出てるじゃん。いろんな人がいろんな人に恋してるじゃん。恋心。え、兄弟？いや、いとこ、いとこ。あ、いとこ恋心。友達と思って。え、だけど空葉とパチはどこに当てはめられたんやろ。ここじゃない、ここ。ここやろ、ここ。主人公じゃない？男やん、それ。付き合ってることにしている。うん。ちょっと分からんけど。難しい。いっぱい矢印があって。うん、え、STN できんじゃない？でも、頑張れば。難しい。すご。気になる。こんばんは。付き合ってることにしているって書いてある。そろそろなくても、うちら付き合ってるもんね。ねえねえ、そろそろなくてもいいんですかって言われたけどさ、今日はね、なくてもいいんですか、明日の練習しなきゃだからね。今日はね、ん？何？明日の練習。あ、寝なくてか。うん、うん、大丈夫。ねえ。寝れない。移動中ずっと寝てた。もっと寝てた。ずっと寝てた。私は起きてたけど横でね、ついてるのに大阪ついてるのに寝てたよね。え、そう、寝ててバンってやられて、え、何って思ったら、ヤンヤンが起こしてみたいな言ってきたから、うん、私だけ言われんかったら置いてけぼりで降りるとか。最悪やん起きてると思ったもん。嘘やね、目開いてた？うん、わかんない。もうそろそろ自分で起きとるかなって思ったら、うん、いや、起きんやん。この前も分かったやん、あの名古屋からの帰り、うん、名古屋からの帰り、みなみさんに起こされて、うん、起こされてた。息もバーンってめっちゃ分かる。いや、あれはマネージャーさんがこうやって、うん、こうやって見て、みなみさんに起こしてあげてって言ってた、うん、マジで最近爆睡なんですよね。え、さっきのやつちょっと教えてくれた。お互い本命が違うけど、その欲求を満たすために的な。いや、わお大変な作品だ。でも面白い作品らしいよ。面白い。STU48 で見てみようや、みんなで。え、みんなで見るの？みんなで見る。あれはもう、あの、うん、梶原美恵ちゃんとかもよダメ、まだ赤ちゃんだから。赤ちゃん、え、赤ちゃんって言えば、鎖骨が身長伸びてるんですよ、絶対に。目線が、うん、なんか会うたびに高くなってて、伸びたって言ったら1年前から変わってないよって言われた。え、赤ちゃんは自信だ。私が自信なのかな。いや、本当に1年変わ、それは変わってると思う。だよね、伸びてるよね。そう、1年前から変わってないんだよね、伸びてないよって言われたの今日。なのに、いや、私が自信なのかもしれないそうかも。でも私も自信だと思う。いや、私伸びてると思ったけどな。でも視線が高くなってる日に、ドロドロでもいいから恋したい。だって頑張って、ギルティっていうやつ見て、めっちゃドロドロだから。何、放送してる時も目をリアタイして、それを楽しみに来てた。
トロトロ？もう、信じられんぐらいトロトロ。どういう風？トロトロ？いろんな。付き合っとるんよ。あの、うん、結婚ってか婚約しとるんよね。うん。でも実は夫は不倫してたんよ。うん、その相手が嫁の友達なんよ。うん、でも知らんかったんかな、それ多分。で、その知った時に、たら、うん、女の子の元彼が出てきたんよ。うん。なんで出てくるん？で、別れたらちょっと会ったりとかしてるけど、別にキスとかはしてないよね。うん、ご飯食べて、でもその女の子は同じことしちゃダメだと思って、不倫とかはしないように頑張ってて。うんうん、たら、偉いやん。なんと、うん、その元彼、夫の不倫相手、うん、女の子のお兄ちゃん。え？え？もうね、もうね、大変だったよ。なんかもうぐっちゃぐちゃだって。それは難しい。で、お兄ちゃんが好きだか、お兄ちゃんが好きすぎるから、うん、なんか取らないでみたいな。なんかもう海が分からなかったけど、もうとにかくめっちゃドロドロした。本当に恋愛漫画とか恋愛ドラマとか大好きだから。そうなの？超見てた。いや、私は刑事ドラマしか見ないからさ、刑事ドラマ結構ドロドロしてる。え、なんで？刑事ドラマもうドロドロしすぎた結果、殺人が起きてるからね。恋愛映画、うん、あのミステリー、あ、ミステリーという中で行きたい。そうだけど、うん、また恋愛何か始まったら見に行こう。いいよ、面白かった。私は刑事ドラマでもう人々が争い合って亡くなっていくところを見て、でもそういうの大体勘違いなんだよね、刑事ドラマって。実はこういう動機があったのに勘違いしてそう受け取っちゃって殺しちゃって、後からうわ後悔後悔みたいな。あ、コナンもそういう感じだよね。うん、あ、そう、コナンみたいな感じ。ドロドロのやつ、そう、うん、ドロドロ大好き。違うドロドロが好きだね。恋愛じゃないけど、今はの国のアイズの3期。え、それだ、今はの国のアイズ3期めっちゃ楽しみすぎる。え、そうだ、美穂がめっちゃ見よったやつ。わからん、私大好き。めっちゃ怖いの、めっちゃ怖いけど、でもあのすごいの、すごいの、うん、めっちゃこの前感動して泣いたもん。今の国のアイズ2期。もうでもね、もうどこで見れる？ネットフリックス限定の。見れるよ、そら。アマプラでも結構パチャ苦手かも。もう血とか全然容赦なくって感じ。え、刑事ドラマ好きだけど。いや違う違う、もうそんなんじゃないよ。もう結構もうボーンって感じ。ボーンって、うん、刑事ドラマとかやっぱりバキューン一発やん。バキューンとかじゃないよ、今時の刑事ドラマ。だからグザとか一発やん、うん、もう一発じゃないよ。だから見とられん、そらもう12歳以上以下見れるみたいな。26歳よ、見れるけど。それは見れる、全然。今年26歳だけど、誰かな、何でも見れちゃうけど。うん、結構ね、大好きでしたね。それニュースで見ました、私は。12歳かと思われたかもしれない。キャッ、いや意外と12歳以下のところもありますよ。かわいい、かわいいか。こんばんは、かちゃん健全でだってね。え、かちゃん健全で何？あ、けん空がドロドロの恋愛好きって言うとるからか。ああ、私はそもそもあんま見ないんですよ、ドラマとか。なんか呼んでる誰か。ね、怖い。ね、お願い、ね、お願い、振り向けない、怖くて。首がこっから動かせない。ね、どこ、どこから聞こえたの？どこから聞こえてるの？ね、お願い、怖いよ。え、それさ、なんかさ、うん、椅子かなと思ったよ、お母ちゃんの、うん、思った、ピッピンみたいな。じゃあな、2回目聞こえた？背後から聞こえたよね。わかんない。ね、お願い。いや、時計はね、ここにあるんですよ。ね、お願い。目の前にピッピンってなんか言ったの。怖い。ここでカメムシ出てきたらおもろいわけで、うん、逆に通して伏線回収ピッピッってなんか言ったよね。え、エアコン切れた？そのついてる、ついてる。何？どうしたの？もうちょっとで相棒始まるの？うん、そう、楽しみなの。相棒ばあちゃんがよく見ようと思う。今でも科捜研も始まっててね、もう終わるんだけど、あのシリーズが、今回の夏が終わるからね、うんうんうん、でも録画してずっと貯めてるから一気に見る、うんうん、一緒見る？一気に見るの大事だよ、ね、マリコさん。あ、言っとって、うん、マリコさん、うん、一気に見てですか？え、繋がってるの？その刑事ドラマとかも
なんかつながってはいる。人事異動みたいな感じで人が入れ替わったりする、うん、あ、なるほどね。だから急に知らん人出てきたりするから見た方がいい、続けてって感じ、うん、もうシーズン多いからもう今から見るとなったら底辺。寒い、うん、カメムシ今は見て、今はの怖いでしょ。怖いけど、え、マジで、うん、ネットフリックスってめちゃくちゃ力入れられてるんよ、いろいろ、うん、映像とかもそうだし、うん、え、もうそういう演技の部位でもマジですごい。へえ。だけどもう話もそうだけど、うん、もうね、すごいの、すごいの、アクションがもう、アクションの、アクションシーンがめっちゃ多いって感じ。逆に、へー、アクションシーンが多い。これはどうやって撮影してるんだろうってそっち側に立って見てしまう、うん、へえ、すごい。そうそう、ちょっとね気になる。ちょっとね、でもね、ちょっとグロい系。絵の裏にお札とかないよね。嫌だ、やめてよ。ないよ、見てないじゃん。ない、ないです。アクション、何、西部警察、ね、西部、あ、西部、うん、見てた。西部警察はあのファンの方が送ってくれた俺らの時代でもね、あのくださったけど、私家に DVD プレイヤーがないから見れず。え、見れるよ私んち。ほんとじゃん。私ブルーレイも DVD も入れる。ほんとじゃん。だから今ブルーレイとかあるのかな、その1個進化版なんじゃない。だって DVD、 ブルーレイ、ブルーレイの次は何ですか。もう YouTube とかじゃない。え、違うよ、 TikTok とかじゃない。なんだろうな、もう東米なんじゃないですか。固形とかじゃなくて、で前は MD とかじゃん、それが CD だったわけじゃん、うん、ビデオテープみたいな、うん、それぶっついですね、うん、あれぶっついし場所取る、保管するのにめちゃめちゃ場所取るわ。実家にめっちゃ今何なんだろう。いや、もうないか、さすがにブルーレイの上は。ブルーレイが DVD、 ブルーレイ、うん、終わり、なんちゃらなんちゃら伸ばすんじゃん、伸ばして。ブルーレイが最新だって、安心してくださいだって。あ、よかった、じゃあ入ってるって。よかったよかった。こんばんは。あ、やっぱあと10分だって、日付変わるの。 え、もうファイナルってこと。ファイナルなの。あ、ツアーファイナル最終日。うん、そう、早いな。みんな明日は会場に来られる皆さんはいっぱい、でもみんな盛り上がっていっぱい声出してくださりそうね。で、今日も出してくれてた。え、今日すごかった、めっちゃ聞こえた。でも出しづらかったって言ってたよ。あ、そうなの。スピーカーの音があって、あ、コメントがあった。めっちゃ、確かにそういうのあるよ。その分いっぱい叫んでくださったのかな。めっちゃ聞こえましたよ、うん、今日言いたいことがあるんだよ。マジで一発目からすごかったし、なんか瀬戸内の声、本のこと歌ってた、歌ってた、歌ってた。え、呼んで呼んで呼んで、歌ってた。めっちゃ聞こえたの、そっち側から本の声、うん、歌ってるなと思った。ね、ね、歌ってた、嬉しかった。こんばんは。配信も見てね。人の声、配信。立ち位置がね、ちょっとなんか感動的な立ち位置。ね。頑張ってね、頑張るよ。そうね、9月も終わるね。やばいね。早い、夏が終わるわ。うん、今月。うん。早かった。早かったな。うん、あっという間ですね。寂しいね、いろいろ過ぎ去っていく日々。もう誕生日やん。そうだよ、あと2ヶ月もない。年を取ります。またもうそらずっと26って言っとるよな、ばあちゃんのこと。そう、もうさっき26って言っちゃった。そう、自分26、ま、ね、6歳さって思ってるから、うん、まだ25。そう、6歳さ、うん、秋だね。10月の上旬にね、上旬は落ち着いてるかもだけど、中旬からはね、ゆめりさんの卒業もあるし、SKさんの卒業もあるし、ね、うん、そうそう、やばそう。ガンガラン、ギフトありがとうね、ごめんね、ありがとう。にゃん、前髪上げ、明日は前髪降りてます。今日は前髪上げたんです。ツアー終わったら稲刈り。お、そんな時期の稲刈り、 YouTube の稲刈りないのかな。稲刈り、
なんかファンの方と稲を刈るイベントをしたいみたいなの言ってました、 YouTube のスタッフさんが。うん、でもね刃物だからねちょっと危ないよ。合同ライブね、そうだよ、それもね、報告してなくてごめんなさい。20日メールに書きます。20日だっけ、うん、あとアナの卒業公も、ね、決まったけど。そうだよ、焼肉いつの行けるんだろうね。ね、確かに毎回みんなここレギュラー持ってるからさ、うん、ラジオとかね大丈夫かな、みんな揃うのかな。揃わなそう、お忙しいんじゃない、ゆみりんさんとか。卒業のね、受けてもきっとあるし、撮影とかあるんじゃん、なんか雑誌とかさ、ありそうじゃない、撮影の卒業記念みたいな。ね、わかんないけど、勝手に言って申し訳ないけど。焼肉いつまでなんだろうね、年内なのかな。ね、お話し会がさ、12月からないらしくって。そう、ね、それが悲しい。ね、もうすぐじゃん、だってあと1ヶ月だよ、あと 1,2 ヶ月だよ。ひき肉ピツナライブの詳細のとこにはメンバーが、んメンバーが選ぶみたいな、メンバーを決める、あ決める、そうだから何もどういう焼肉かもわからない。ユッケがあったら嬉しいな、ユッケ、うん、でもさ取り扱ってるとこないじゃん、相当なお高いとこじゃないと。じゃあ相当なお高いとこに行くしかないの、うん、か、うん、スイーツにブリレがあるところがいい。じゃあチーズケーキかガトーショコラがいい、うん、ブリレがいい。もう終わった後カフェ行ってた話おのおので、タンタン、それと全然筋肉じゃないやんタンがいい、タンがいい、え、マジでタン、え、ハラミハラミハラミタンとハラミタン、ハラミとタン、あとはセセリ、セセリ処理する、サンチュ、サンチュ欲しい、持参しよう、キムチも欲しい。うわ、マイカみんな食べそう、それね、本当だね、スタッフさんが頭抱えてそう、本当に、うん、あーマイカー、マイカだ、チャートリーだった。でもチャートリーもさ、おしゃれだからさ、うん、映えるやつに行かない、めっちゃ時間かかるじゃないし確かに、それぞれがね、ツイート用の写真とかとほのたんさん、ふうさん、ゆみりんさん、ゆうかちゃん、ココアさん、そらはで行った焼肉はやばかったって言ってました、うん、高かった、うん、いいなぁ。でもだってね、タンがね、5種類ぐらいあったの。やばくない？こっちはみほりん、りこち、パセリ、うなちゃんで行った焼肉は食べ放題でした、自腹です、プライベートです。それは、うん、あの ST4 っていうとこであった、うん、あの運動会みたいので、うん、ふうさんと優勝して、それの焼肉みたいな、もうどうぞみたいに言われて、みんなもう頼み放題、値段とかもそんな気にしたら美味しく食べれないからいいよみたいな言われて、それはもう多分高校生に、高校2年生とかやったけど、なんだこのいっぱいいる汁のタワーって思って、これも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 とか言って頼んだ。やばい、いいな、やばいよ、ね、あもう56分だ、やばい早い。そう、食べ放題に、よくタンが食べたらいいな。マイカの2期生は食べ放題ですよく食べるので行きたい、早くわ。いや、みんなも七並べありがとうございました。本当ですよ、みんなのおかげよ、うん、だって後半うちらマジでできなかったです、うん、そうね、だから改めて、でもあんなにこう競い合ってたのにマイカーが言ったから、他のユニットもマイカーだって言ってくれた、うん、なんでなのみたいな、うん、めっちゃ言われてた、なんでそんなにやるのって言われてめっちゃ言われてた、本気だからね、うん、焼肉の話しないでみたいな言ってた、うん、いいし行くしみたいな、プライベートで行くしみたいな言ってた。嬉しい、みんなありがとう、うん、ありがとうございます。また行ったら報告しますので、みんなも毎日美味しいもの食べてください。ラジオね、焼肉です、ラジオム、うん、どうぞ、いいよ、あじゃあパセから、パコ13位チンさん、あ待って、12位ニシさん、あちょっと13位から13位チンさん、12位ニシさん、お腹隠して、11位フレーベさん、
10位シーサイド丸さん、9位安部さん、8位クワドジさん、7位あっちゃさん、6位陣内さん、5位ジョノラゴさん、4位おみかんさん、3位しゅんさん、2位ジロくん、1位プーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。映ってきました。ありがとうございました。それでは順序を見たいと思います。はい、13位ケンケンパーさん、12位ミルククラウンさん、11位帝国さん、ジンヨーさん、9位スーさん、8位サイダーさん、7位カイトさん、うん、6位エノリーさん、5位ズリキチさん、4位 BKB さん、3位天然うなぎさん、2位イケアスさん、そして1位はカマちゃんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん配信もそうですけども、チリパもありがとうございました。アーカイブじゃない、聞き逃しで聞いてください。あの失恋パーティー、失恋パーティー、あのテイク、ちゃんとしてるテイクと間違えちゃったテイク2個とも使われてるので、うん、ね、チリパじゃなくて略して失パ、失パ。皆さんお便り待ってます。待ってます。お話し会もチェキ会も待ってます。よろしくお願いいたします。また改めてツアーとか終わった後にね、ゆっくり話しましょう、ね、じゃあそうそう終わるか、終わっちゃうよね勝手に。え、今59分、ほんとだ、え、怖っ、やばい、あと40秒だ。バイバイ、皆さんありがとうございました。明日私は朝配信します。こんなに完成したシナノソラハじゃないと思うんですけどあのこのルームの通知来たらこのシナノソラハなので、よろしくお願いします。待ってます。また遊びましょうじゃない遊びに来てくださいって言おうとしてた遊びに来てね。バイバイ、ありがとうございます。